あれ偉いなんか無性にくらいですよ。昨日肉食ってた。なるほどって、その時の悲しみの感情が何か残るんですよ。あんたは偉い。摂取量も減ってるんでしょ。食欲と性欲だけは我慢できない。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田先生は、金ちゃんファームでおなじみ、昔からの金ちゃんたち微生物を大切にした農業を各地でもう広められていて、特に最近ではいただきます、ここは発酵の楽園という映画でもうすごく大人気ですね、全国的に。もうこの金ちゃんたくさん見かけるようになりました。はい、街でインターネットでも結構ね出てきますよね。偉いよあなた。え、急に紹介してって振って振られてね、ちゃんと紹介できたやん。ちょっと閉じりましたけども。はい、ありがとうございます。本当にビーガンなんですけども、はい、そのビーガンについての話もちょっとお伺いしたいなと思って。ああ、ビーガンというか、あんまり肉を食べなくなった理由という感じですかね。はい、はい、いろいろあるんですけど、一番大きな理由はやっぱり殺されるところを見てしまったからですね、動画でね。そして犬、結局豚も牛も哺乳類、私たちと同じ哺乳類、同類なんですね。そして頭いいしね、彼らね、本当に知恵働くし、そして殺されるときに、ね、分かるんですよ、豚なんか本当分かりますからね、牛もそうだけどね、すっごく怖がるし、でそういう私たちと同じような生き物をね、殺し方がひどいんですよ。麻酔も何もせずにもうやっつけて殺してみて、いろんなの見てね、そこまでしてね、そんなもの食べて人間だけ幸せに生きるって、そりゃむちゃくちゃですよ。もう私はそう思いましたね。だからかといってね、美味しいんだよねこれがね、とんかつも美味しいしね。ただ最近ほんと食べなくなったら、だんだんそのとんかつも含めてだいぶあんまり美味しくないな。特に牛なんか本当になんかもう食べたくない、食べきらなくなっちゃったんですね。だからみんなでそれ強要したんじゃなくて、やっぱりどうせいただくなら、いくらなんでもね、幸せに生きた動物をね、痛まずに、恐怖、本当に恐怖の中で殺すんじゃなくて、パッとね、殺したような、そんなものをやっぱりいただかないとね、と偉そうなこと言いながら、酔っ払うと少し垂れるね、これがまたね。本当にね、そのビーガンはすごいよ。よくも、私の場合特に魚だけはごめんねって食べるし、酔っ払うと時々鳥かがまた美味しくて、ね、まだあなたのレベルにいかないね。理屈だけなんかちょっと本当にかわいそうって思ってるだけで、少しずつね、思考そのものがだんだんそのお野菜が好きってなってくれば一番いいんだけど、まだね、魚も好き、でも魚は意外とあんまり痛がらない人ですからね、だからやっぱり私たちと思うと全く哺乳類と違うしね、実際いっぱい子供を産むし、彼らはね、虫なんかやっぱり産む数が少ないからね、バンバンと食べられるために生きてるっていうわけじゃないから、だからやっぱりちゃんと食べ物っていうのはやっぱり、その点ね、お野菜はね、よくね、命は同じ命や、命いただいてることになるやんって言ってるけど、全然違いますよ。牛とか豚は本気で泣くし、本気で怖がるしね、見てたらでも野菜はね、もう、まあ、元によっており、例えばトマト、わざと僕を食べてって赤くなるからね、あるいは本当に食べてほしくて、でトマト食べることによって種がね、うんこがあちこちでうんこするから種があちこちに行くわけですよ。自分で誰も食べてくれなかったら種そのポトンと落ちるわけよ。ここでいっぱいドバーッと生まれて、あなたみんなでもうみんなで競争してみんなで大きくなれない、やっぱこう離れたいんですよね。そういった意味ではトマトの場合はもう食べていいよって言ってくれるし、じゃあ小松菜はね、やっぱりね、そのうち冬、春になって、そして花を咲かせたかったの、子供作りたかったの、だから食べてって言ってるわけじゃないよね、だって赤くもらってないしね。でも
でもそれでも小松菜の面白いところは、まあ、キャベツでもキャベツでも何でもそうだけど、あの葉っぱちぎるとまた出るんですよね、うん、ということはちぎられてもいいって覚悟ができてるんですよ。私たちはその覚悟できてない。だからあなたの腕を私食べたらもう終わりよ、もう腕出てこないよ。でもピーマンでも何でもね、取ったらまた芽が出るんですよ。ということは取られることはもう想定ない、覚悟できてるんです。だから取られてもまたすぐもう一回すぐ復活することができる。じゃあなんで覚悟できてるのか。実はお野菜って長い歴史の中で見ると、植物って一回植物ばっかり繁盛した時代があって、そうすると酸素ばっかりになったの。二酸化炭素って酸素出すもんだから酸素だらけになって、そしたら植物が生きていけなくなったの。あ、そう、これもう一回二酸化炭素作ってもらわないと植物生きていけないの。でそこで動物が生まれて、そして動物が、ね、酸素を食べて、私植物を食べて酸素を作ってくれたの。そしてまた植物がそこで二酸化炭素を食べて、あ、ごめん、動物が食べ物を食べて二酸化炭素をいっぱい作ってくれたの。そしてまた植物が生まれて、あの生きていくことができるの。だからやっぱり大きな目で見た時に植物って動物に食べられてもいいって思ってると思うんですよね。うちみんなビーガンなんですよ、家族が、うん、で、子供は、娘が2人でですね、そのビーガンのチャンネルを始めまして YouTube で最初の動画が、めちゃめちゃ悪いのがつきまして、この親は何やらせているんだみたいな感じでですね、でそこにコメントがたくさん書かれるわけですよ、うんうん、あの植物の命はどう思ってるんだとか、うんうん、いうことたくさん書かれていて、うん、でそういうのもなんか辛いコメントだなというふうに思っていたんですけども、うん、でもその通りですね、その食べて、移動すればいろんなところに、また芽が出ますね、うん、すごく理にかなった、うん、はい、これからあのコメントを返すことができます。あ、よかった、はい、私よく言うんだけど、お野菜さんってアンパンマンと同じだよって。アンパンマンは日本が生んだ正義のヒーロー、普通の正義のヒーローは悪をやっつけるんです。アンパンマンは困ってる人がいたら自分をあげるんです。僕を食べてって、すごい優しいの。お野菜まさにそうだよね。本当は小松菜食べられたくないよ、いつか花咲かしたいよ、でももし人間が食べるんだったらそれもいいよって言ってくれてる。だからこそ残った小松菜はいっぱい種まくから、産むからね、一つの大根から1万個でも作るんだよ。そんな、なんでいっぱい作るの。もし大根さんがみんな死ななかったって、それぞれの大根さんが1万人子供産んだら、もう世界は大根だらけになって、大根さんも生きていけないの。うん。ということは、大根さんはもうある程度食べられるということを覚悟できてるの。そして、アンパンマンもそう。食べられることを覚悟してるから、食べられても痛くもない、かゆくもないの。ほんで、またポンって顔を変えられるからね。それがお野菜。食べられてもまた芽が出るし、食べられてもまたいっぱい種作るし。でもそれでも本当は食べられたくなかったの。本当は花咲かしたかったのよ、いつか大人になりたかったのよ。それを私たちは、小松菜さんごめんね、僕の体になってって食べるのよ。だからね、でもそれを許してくれるの、優しいアンパンマンだから。だから余計ね、なんかね、嬉しいよね、ありがたいのよ。でも豚さんは逃げるし泣くし、それ食べるのはやっぱりそこはね、なんか、うん、やっぱお野菜食べると安心よね。もう一つ言ったらね、もう一つ言うとね、いや、昔、本当なんか時々すっ暗い気持ちになってたのね。なんでかよく分かんなかったの。で最近やっと分かったんだけど、もう最近本当に私、あんまり暗くならなくなっちゃって、何があってもすぐまたパッとね、これ、まあ、いや、その日は暗くなるよ。この前、イノシシがね、さつまいもちがせっかくきっしょいぶんだ里芋を次全部ひっくり取ったんだよ。もう次の日全部やからね、もう腰が抜けたよ、もう座り込んだよ、せっかくだけど暗くなるよ。次の日になったらまたね、ケロッとまた植えるのね、これがね、まあ、ほんと、まあそんな風になったんだけど、あれ偉い、なんか無性に暗いんですよ。昨日肉食ってた後で分かってね、ああなるほどって、やっぱり肉の中にその時の悲しみの感情が、まあ、毒成分というのかな、何か残るんですよ、うん、血をいくら抜いたところで
その肉、その体の中に心が残るんじゃないかなと思ってね。そういうのもあって、だから肉コーナーじゃなくて、どうしても食べたいね、栄養的に心配って言うんだったら、せめてね、幸せな殺し方して肉を食べてほしいと思うし、はい、無理にビーガンを広めたいっていうふうには思ってなくて、うん、その摂取量がちょっと減っていったらいいなと思いますね。えらいなあ、あったわ、えらい摂取量も減ってるんでしょ。俺なんかさ、ダメ、食欲と性欲だけは我慢できない肉をやめる、とにかくご飯も野菜バカバカ食うからね。公演中もちょいちょいこう下ネタが登場してますよね。いや、下ネタじゃないですよ当たり前のことですよ。健康な人が性欲抜けるわ、ガラッと性欲抜けてんの。いやもしそうだったらビーガンやっぱやめた方がいいいいねとコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録のこのベルマークもしてね。 DM ライサラでは主に環境に優しい商品を取り扱っています。ウェブサイトからの注文も可能です。よろしくお願いします。バイバーイ。